今の若い子たちって起業がすごく早くて、うん、こういう一つのツールって大きいじゃないかなと思うので、うん、どんどん出店とかのが進むんじゃないかなっていうふうに思いますね。美容師の平均的な底上げっていうのはできるかな。ただそれが均一化かって言われたら均一化やと思うんですけど、うん、ぶっちゃけ美容師の数なんて減った方がいいと思って、そう僕もずっと言ってますよ。美容師の数も減っていいんですよ、そうすれば絶対もっと価値が生まれる、ね、価値が生まれる。はい、それでは一つ目のトピックからいきましょう。リビオニュースさんからのピックアップです。独立開業新規出店に関する情報が24時間365日、今話題のチャットボットで簡単に引き出すことができる美容サロン開業相談チャットボットが、2023年6月6日にリリースされました。美容サロン開業相談チャットボットは、リビオサロンの独立開業新規出店に関する質問に無料で答えるチャット GPT 連携のチャットボットで美容業界初ということですね。こういうニュースからいきましょうということで、これに関してどうですか、坂口さん的になんかちょっと一言お願いできますか。そうですね、チャット GPT 今年入ってねすごく話題にはなってたと思うんですけど、皆さん使われてますか。僕ねちょうどこの間ちょうど先月 の、はい、あのヘアキャンプでも、もうまさにチャット GPT の話して、うん、そのすぐアプリ入れたんですけど、はいはい、全然使ってないです使ってないんかい。なんか育て方が結構大事みたいな、ね、そうですね、どう何を覚えさせたか、そうなんか普通に聞いたらあんまりこううまいこと返ってこなかったんで、うん、あっちゃったんですけど、はいはいはい、そうでも今ねかなり AI も進化してるということで、うん、実際ちょっと使わせてもらったんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと一つだけクレームあるとすると、クレームあるとするともうどこにあんねんとサイトのっていう、心が分かりやすかったらちょっと良かったな。なるほどね、なるほどね。最初ただ使わせてもらったんですけど、やっぱり的確にすごく分かりやすく返ってくるので、なんかメールで問い合わせとか多いじゃないですか、それが次の日だったりとかめちゃくちゃイライラするじゃないですか、今欲しいねみたいなで電話かけても繋がらないしみたいなのはすごく対応されてて良かったなと。なるほど。でここから情報がどんどん蓄積されるってなると、より的確な答えが返ってくるんじゃないかなと思うんで、僕はまあいいかなと思うんですけど、まあやっぱ人が削られていくんだろうなと。うん、坂口さんなんかこれだって新規出店に無料で相談乗るタイプの美容師さんでしょ。乗るタイプかもしれないです。ここの役割結果坂口さんになってるどんどん情報を渡していって育てる、そうですよね、チャット GPT どうですか、勝てますか。勝てますか。ちょっと頑張ってみたいな、ね、どんな感じでアドバイスしてくるのかもちょっと気になるところですよね。確かにそうですよね。相当うまいことをアドバイスしてくれるんだとしたら結構脅威というかね。そうですね、コンサルとかがやっぱなくなってきそうですよ ね、うん、すよね。ビッグデータがやっぱ溜まってくるので、すごく業界の流れも変わる気はしますよね、だって開業時にこんなのなかったですもんね。我々の頃はね、本買いましたよ、本独立開業の、ありますね、言ってるようなものとか。今思ったら全然役立たへんなと思いながら、はい、やっぱ生きた勉強がいいかなって。そうですね、マクトさんどうでした、独立された時とか。まあやっぱり自分たちで当たり前にこう1店舗目銀座に出店したんですけど、銀座のもう足を使ってマーケティングをしたりとか、まあいろいろ策略を練ってで、まあ、出店にこぎつけたわけですけど、なんか僕はまあよくも、まあ、あるかないかで言ったら今の時代あった方がいいし、当時これから自分当時というか今これから自分が独立開業って思ったら、まあ、使うのかなとは思うんですけど、ただそのチャット GPT だけに頼りすぎるのも良くないのかな。確かに結局はやっぱりあくまでもそのデータの集積って統計学にしか過ぎないなと僕は思っていて、だから例えばクリエイティブモード作りたいって言ってて、あ JHA こういう流れが取ってるよねみたいなのがあった時に、ライティングこれが確かに入賞してるよねかもしれないですけど、新しく飛躍するものって生まれないじゃないですか。だから、その統計だけに頼っていってしまうのが独立開業の時に便利ではあるんですけど、まあ、それが正しいかどうかっていうのはまあ判断が必要かなと思います、ね。まあ、それは確か、まあ、一つのまあ意見としてっていう、そうですね、もちろん便利で、活用すべきだとは思うんですけど、っていうのはまあ持っていた方がいいんじゃないかなと。確かにね。あと大体結局チャット GPT がどんだけうまいことをアドバイスしてくれてもやれるかやれないかみたいなところですよね。間違いないです。それは AI だろうが何だろうが、ね、行動するのかどうか。確かにそれはそうですね。これ夏美ちゃんとか、まあ、今ね副代表ですけど、いやなんかこういうなんか相談事でも何でもチャット GPT とか使いたいと思います、ね、なんか私からすると本当に皆さんに比べると私はもう本当にちんぷんかんぷんの、 あの企業に関してはいやいや、でもやっぱり
今の若い子たちって起業がすごく早くて、うん、なおかつあんまり人に聞けない性格の子ってすごく多いと思ってて、確かにね、特に今起業してる方って今の若い子たちからするとすごくやっぱもうトップクラスの大御所の方たちが多い中で、なんかこう相談しにくいっていう人からするとすごくこういうなんですかね、一つのツールって大きいじゃないかなと思うので、まあさらにまあ書いてありますけど、どんどん出店とかっていうのが進むんじゃないかなっていうふうに思いますね。確かにね、知らない方多いんじゃないですか。私もちょっと今回ので初めて知りましたね。僕も初めて知りました。はい、いやなんか俺らの頃、俺とかも最初独立出店誰かいろんなね先輩とか相談した時に、もう勢いがあれば大丈夫だよみたいな、なんか的確なこうアドバイスって意外ともらってないなみたいな、気合だいたい気合で終わるっていう感じだったんでね。なんかこういうのがね、冷静な判断でね、ここの立地で公営坪数でこのぐらい坪単価借りなさいみたいなこと言ってくれるんだとしたら、まあそれ助かりますよね。しかも無料でね。なるほどね。でも実際にこの間の前回の話のチャット GPT が美容を平均化してしまうんじゃないかみたいな議論があったんですけど、そのチャット GPT の話で言うと どうですか、牧人君とか結構チャット GPT がこう成果を教えていくような美容業界になってきた時に、どうなんですかね。いやまさにでもその平均化を生むというのは、うん、僕も同意ですね。でそれが悪いことかっていうと別にそうでもないよなとも思いますし、なんですけど、まあどっかでやっぱ僕たちもそのデジタルにシフトしていく、いろんな物事がのその直前にやっぱり育ち起業しているので、その便利になることにちょっとアナログ的なので、ちょっとの抵抗というか変な昭和のプライドみたいなのやっぱ持ってるかもしれないですね。そうですよね。はい、なんかその経営をしていくことに対して、じゃあ経営者って何をやるのみたいな、じゃあ会計にしても税理に関しても出店に関しても資金調達にしても全部をそういったこう AI 化されていくものに委ねてしまったら、じゃあ経営者って一体何する仕事みたいな、判断していくのを、経営の判断を自分以外の誰かに委ねてしまうのはもう経営者じゃないなって僕は思ってしまうので、でもただの代表者になってしまうって思うので、まあちょっとどっかでこう分離して考えていく必要性はあるのかなと思ってますね。だからこれが本当にね、もうまさにこういうふうに美容業界に入ってきてるんで、このチャット GPT 連携みたいなのが多分いろんな裾野が広がってくるわけじゃないですか。だから結構これがどうあと1年後、ね、2年後、うんうん、本当に我々にこう影響してくるのかっていうのはちょっと見ものというかね。そうですね、うん、でも坂口さん多分最前線で使ってそうですね。全然アナログなんですよ。意外とですかただまあだカウンセリングとかはすごくこれから育つんじゃないかなっていう、うんうん、そのやっぱりコミュニケーション能力が苦手な方も増えてるじゃないですか、うんうん、ってなった時に美容師の、平均的な底上げっていうのはできるかな。ただそれが均一化かって言われたら均一化やと思うんですけど、うんうん、でもだからこそ、まあ、富裕層ビジネスというかちょっと上の層に関しては付加価値をつけやすい時代になるので、うん、まあそのあまり努力したくない層の底上げはできるのかなと。プラスアルファっていうところで言うと、僕は逆に差別化しやすくなっていいんじゃないかなと思いますね、うん、特別な人がより特別になるというか。これちょっと僕いいですか、ね、努力したくないやつなんか入ってこなくていいと僕思ってて、まあ、僕もそう、ぶっちゃけ僕もそうなんですよ。極論やめたらええやんってなっちゃうんですよね。そうそうですし、まあ、ご協賛にメーカーさんやディーラーさんとかもいらっしゃるんで、はい、おいって思われるかもしれないですけど、ぶっちゃけ美容師の数なんて減った方がいいと思ってる。いやそう、僕もずっと言ってますよ。美容師の数も減っていいんですよ、そう今に比べると、うんうんうん、なのでそうすれば絶対もっと価値が生まれる、ね、価値が生まれると思ってるんで、なんか安易に、うん、その今の議論の未来が来るのがどうなのかって思ってる派です、うんうん、便利になることはいいんです、うん、けどっていうのがやっぱりどっかあるなっていう、うんうんうん、簡単にできたらええやんっていうその思想がまずね、どうなんだ。夏美ちゃんでも全然そうでしょ、だって、うん、そうですね、なんか私すごく近いなって思ってますねなんかまあ、分からない人に手を差し伸べるとか、私からするともう本当にこんなのはすごくありがたいなと思うんですけど、やっぱり自分の足で聞きに行って学べることとか、そこでつながることもあるじゃないですか。なんかまあ本当におっしゃってたみたいにいいこともたくさんあると思うんですけど、そこの人との関わりがなくなるのもなんか AI の怖いところなのかなって思いますね。本当にそうで、この間たまたまニュースで、ね、思い出したんですけど、
なんかチャット GPT とか AI になんか答えを聞いて、うん、それと違うことを言ってる人をもうなんか違うじゃないですかっていうカルチャーがあるらしいんですよね。だから小学生とかがなんかそうネットとかでそれ調べて先生がそれ違うこと言ってたら先生違いますよって言って先生のなんか信憑性がなくなってしまって先生がちょっとこう下に見られちゃうみたいな常に比べられちゃうそう現象が起こってて AI が正解になっちゃうそう AI が正解になっちゃってる。そう AI と違うことはもう違うっていうこの人たちが言ってること正解になっちゃうっていうのがなんか小学生とかだともう問題として起こってるらしいなんか教室としてのねとかそれちょっと脅威じゃないですか。それは脅威です ね。夏美ちゃんがこの配合でって言った時にあそれでもチャット GPT がオレンジ10杯入れてって言ってるんですけどどうしますかみたいないやみたいな感じになりますよね。なりますよね。あそっかじゃあそうしてみようかってなりますよね。まあやってみないと分かんないよねってねまあ確かに。